できました。ハッピー回ってます。ああ、ああ、ああ雑なんですよね。何に対する簡単文いや困ったらこれよくやるっすよ。あとりあえず言っとけみたいな。皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。こんにちは、井野健です。いやー、井野健と滝沢です。いやー、今日の動画の趣旨は何ですか、井上さん。ライブの告知です。あら、ライブするんですか、井上さん。ライブ滝沢さんもするんじゃないですか。あ、僕もするんですね。そうでした、うっかりしました。そうですね、ちなみにそのライブはいつなんですか。明日ですね。なんと明日、どちらでやるんですか。明日、明後日、しあさってで名古屋、京都、大阪の順番です。そうなんでございます。わー、この撮影をしているのですね、まあ、6月9日、ロックの日の、いやー、夜7時ぐらいなんですけれども、まあ、びっくりすることね、明日6月10日名古屋、明後日11日京都、3日後12日大阪、そんな感じのですね、関西ツアーってやつですね、を実はするんですよ。するんですね。いやー、突然言われてもって感じですよね、本当ね。まあ、そんな明日どうなんだって感じがしますけどね。でも逆にですね、まあ、なんかこういう動画を配信することによって、うんうん、おなんだよ、竹田さんと猪木なんで明日名古屋来んのかよ、じゃあちょっと行こうかみたいなふうに思ってくれる方もいらっしゃるかもしれないので、うん、まあ、ちょっとそのあなたに向けてですね、まあこの動画を撮っております。なんかこういう告知動画をするとチャンネル登録って減るんですか。僕は減りましたね。体験として減った。すごいこうYouTube のこの公式というかあるじゃないですか、アナリティクスみたいな、はい、あれからこう視聴者はこの動画を見たがっていませんみたいな警告文が出てきて、そうなんです。トップページにですね、最近この公開した動画のこのデータに対する感想みたいなの出てくるんですよね、うん、出てきますね。この動画はなんか視聴者に興味を引きつけています、良い傾向ですとか、うん、良い傾向ですと言われてるんですよ。であれさ、すごいなんかね、めちゃくちゃこの跳ねたりとかするとさ、頑張りましたねとか出ない。え、それ僕見たことないですよ本当に。それはすごい普段のこの平均再生回数とかよりもね、すごい良いとね、なんかね、この動画ね、普段よりもなんか 何倍も視聴されています、頑張りましたね、びっくりマーク、びっくりマークみたいな、どこ目線やねんって言ってくれるんですよ。だから、もしかしたら僕もね、この動画を配信することによって、そのチャンネル登録者さんが減ってしまうかもわかんないんだけれども、でも、画面の向こうの、なんで、あさって京都来るのか、じゃあ俺行こうかなみたいなふうに思ってくれたあなたのために、3日後に。なんで大阪来んのかよ、俺ちょっと行こうかなって思ってくれたあなたのために、この動画を作成しております。はい、はい。まあ、趣旨としてはですね、私が今やっている滝沢プロダクションという、まあ、アコースティックギターを中心とした、まあ、そのグループというか、まあ、そのプロダクションなんですけども、うん、そこの所属メンバーのシンガーソングライター、たける君とさいちゃんと井野健と私が4人でフォーマンライブをするという、そんな感じの割になっております。はい、ぜひご都合がつきましたら、名古屋、京都、大阪近郊にお住まいの方、アクセスできる方、お仕事終わり、学校終わりに遊びに来ていただきましたら幸いでございます。よろしくお願いします。ちなみにコラボ的なこともする予定ですよ。頑張ります。頑張りましょう。コラボ大変なんですよね。大変ですね。でも頑張ろう。そして大変だけど、そうですね、熱い、なんかこういう中なんていうかな、いわゆるその叩く人系なわけじゃないですか。はい、そういうスタイルでこの演奏している人ってちょっと少数派じゃないですか。うん、少ない。アコースティックギターというカテゴリーの中では、うんうん、でなおかつそのアコースティックギターのカテゴリーの中で叩く人は少数派ですけども、さらにその少数派としてなんかこの機材をしっかり揃えてるっていうんですかね。まあそうですね、叩き用にギターを揃えてるってさらに少数派じゃないですか。確かに。だから井上さんのギターの音はですね、もはやギターではない。まあそうかもしれない。ちょっと否定できなくなってきましたね、最近はなんかもう。なんかシステムかなんか、何がしたくてギターを弾いてるのか分かんない時ないですか。ちょっと僕も思いますね。これギターじゃなくていいんじゃねみたいな。まあ、たまにいるカホン、
叩いてたんだけど、それがこのめちゃめちゃこのパターンを講じて、まあ、シンバルいいじゃないですか、シンバル、はい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 、でそのシンバルに対してもツリーチャイムいいじゃないですかでもだんだんあのやってくるとその、ね、ペダルでこの、ね、バスドラムっぽい音を出す人が出てくるんですよ。あ、はいはい、見たことある。でそうすると右手にこのスティックとか持ち始めてでそのハイハットとか叩き始めたりとかしてでそのなんかめちゃめちゃこのシンバル、クラッシュシンバル、ライドシンバルみたいな感じでこの要塞みたいな感じになってくるといよいよカホンじゃなくていいんじゃないかっていう本当そうですよね結構近いものがあるような気がするんですけど。そんなことはないそんなことはない違うスラム奏法はスラム奏法です。スラム奏法はスラム奏法これはギターでなければできないんですね。きっとそうだと信じてます。かしこまりましたそう信じてます。でも本当にあの皆さんパッと聞いていただければ分かると思うんですけどね、ライブでパッと聞くとですね、何の音って思うと思いますね何の音って。エフェクトマシマシで。そうですね、マシマシでマシマシ、もう低音マシマシの、オクターバーマシマシの、オクターバーマシマシのたまに人が歌ったりしますからね。コーラスがね、ファーッつそれこそいよいよ何のギターだか、何の楽器だか分かんない、ね、本当ですよねまあ僕も井上さんほどではないにしろですね、まあ、一応そのデュアルピックアップにしたいですね、まあ、一応この先にこういろいろとこのエフェクトをボーってやってですね、まあその僕の場合はその叩き専門というか叩きもやるみたいな感じだから、ちょそれだけじゃないんですけどもまあそういうこの少数派な人間なわけでございますよ。でその少数派の人間が2人揃うとですね、どういうことが起こるのか、この音ってギターなのかしらっていう音を出す2人が揃うと、さあどうなってしまうのか、その結果は皆様の目で確認していただけたら幸いでございますね。まあ珍しいと思うんですよ本当に。会場のスピーカーが心配ですドーンドーンドーンそしてテンション上がると結構ドンってなっちゃうから、ね、本当に結構気合い入れちゃうから、ね、分かる分かる、やりかねない分かる分かる。で2人しドンってなっちゃうんです。大阪とか一応アコースティック系を歌ってるライブハウスなんで、ね、大丈夫か大丈夫かまた怒られちゃうから、ちょっと低音を抑えてくださいって言われるあ言われるんですか、そんなこと。前かかとで、はい、言われましたよ。でもあ本当に、はい、ちょっと低音をつって、なんかはいもう言われましたちょっと抑えてもらえませんかみたいな、なんか上に響いちゃうんでって迷惑なやつだまあそんな感じでございますよ。なんか井上さんなんか BGM どうぞどうぞ、 BGM どうぞですね。すごい突然のわー、すごいわーあ、終わり、こんな感じで終わりそんな私たちのコラボ演奏もぜひ楽しみにしていただけたら、幸いでございます。で先ほど紹介しましたね、あのかけるくんっていうね、まあ、ナイスキャラクターもいてですね、うん、まあ、井上さんがすごい最近気に入っちゃってかけるくんかけるくんのことすごい気に入っちゃって、かけるくん楽しい楽しい、楽しいかけるくん楽しいでもあんまりやりすぎるとかけるくんに嫌われかねないからバランス難しいところよね。まあ気をつけます気をつけますあんまりやりすぎるあんまりやりすぎるとその やり方がいっぱいあるじゃないですか。やり方、はい、やり方がいっぱいあるから、ちょっとやなんかダメなとこはちょっとやらないようにちょっと心がけようかなって。あ、そうですね。ちょっといいところだ、いじっていいところでいじっちゃダメなとこありますか、ね、いや、あると思います、あると思います、ここはちょっと注意して、そうですね、気をつけながら、まあ、ちょっといじっていこうかなっていう大丈夫なとこだけいじるまあ何のことかあれかもしれないですけど、まあ、かけるくんっていうシンガーソングライターの男の子がいて、はい、まあ、その子と今井の健がすごい仲いい感じなんですよっていうあれですで、さえちゃんってまた女の子もいてですね、まあ、彼女もすごくいいキャラクターしてるわけでございますよ、そんなシンガーソングライターの演奏、そして井上さんとね、私のこの叩きの珍しい演奏、コラボ演奏、そういったものを楽しみにしていただけたら、幸いでございます。よろしくお願いいたします。で、ちょっからなんかすごいめちゃめちゃ雑談進んじゃったけど結構尺がいきましたけど大丈夫です、大丈夫です。遠方で見に行けねえよとか、その時間帯で仕事だから見に行けねえよっていう方のためにですね、今回のツイキャス、プレミアツイキャスっていうのかな、まあ、いわゆるその、まあ、有料ライブ配信ですね、そちらの方も用意しております。2週間のアーカイブ付きなので、まあ、見逃し配信とかもできますし、仕事があって学校があって都合がつかなくても、遠方で都合がつかなくても、そういったものもね、検討していただけたら幸いでございます。で今回ちょっとね、実験がてらオフショットツイキャスみたいなのをちょっとやろうかと思ってまして、はい、
さっき言ったそのイノケンのかけるくんいじりがですねそのオフショットツイキャスの方では相当もう存分に大丈夫か炎上しないかちょっと心配ですえちょっとかけるくんファンに怒られちゃったりとかしてねああちょっとやばいな怖いなあんまりやりすぎるとですね、まあ、その辺のバランスもちょっと見ていきましょうちょっとまあ、そういうのもあったりとかそういう感じでございますよかったらオフショットツイキャス配信の方もですねご検討いただけたら幸いでございますではすごい長々なりましたけども、まあ平田くんと明日からライブツアーをするのでよかったら遊びに来てくださいっていうそれだけですよろしくお願いしますお願いしますはいじゃあ2人ともギター持ってるけど全く弾かずに終わりということでよろしくお願いします演奏を聴きに行きたい人は現地でもしくはツイキャスの配信でお会いいたしましょうそれではさよなら柿田でした井戸源でしたグッバーイ基本雑談っていうねまあそういうのもいいと思います。いいと思います。いいと思います。そういう時もあります。そういう時もあります。そういう時もあります。